号の番号となっておりますので、前半1番から12番の方は赤色です。13番から22番の方が緑色の、番号札になっていると思います。で、1番の、番号をかけていらっしゃる方は1番の、後ろにいます役場の職員 と、ペアになる方、もしくは民生委員さん同士でペアになっていただく方いらっしゃいますのでお願いします。で、受付でこのクリップボードに番号と非接種者の想定を書いた紙、もう1枚緑色の紙が挟まっているものをお持ちの方、はい、いらっしゃいますね。で、タイムキーパーをしていただく、民生委員さんおよび、役場の部課長さん方にお渡しをしております。で、こちらに書いていただきたいのは、この会場の中で入場された方が各コーナーどれくらいの時間がかかって全部接種が終わるまでかかるかという時間を検証したい材料になりますので、括弧1番から括弧9番まで縦に書いてありますけども、会場に入場する際に本日体温測定をしていただいていると思いますが、体温測定をしたもう一度していただきます、する時間、それから受付到達した時間、予診を始めた時間、接種を始めた時間、それから全部終わって接種の交付済証を発行した時間というふうに、そこそこの時間も、時間、時刻ですね、時刻をご記入いただきたいと思います。で、その都度、気づいたこと、もしくはこうした方がいいんじゃないかというようなご提案がありましたら、右の欄にご記入いただきたいと思います。もう一つ、接種者役を、非接種者役をやっていただく、今何も持っていらっしゃらない民生委員さん方には、接種が終わってここの接種済証交付係のところへ、来た時点で今度ピンク色の方の紙の、事後アンケートの方をお渡ししますので、通過してここが一応接種後の待機場所という形になりますので、そこで座った時点でいろいろ感じたこと、思われたことをご記入いただければと思いますのでよろしくお願いします。で、そこそこ今日は訓練ですので、1人の方が入場されてから接種を、無事終わられて、一通り、流れていただくのにかかる時間ですとか、そこそこでかかる時間を検証したいと思います。もしかして国が想定しているのが1人接種するのに3分っていうふうに言われてるんですけども、本当にそれでいけるのかどうかっていうところもありますので、早く終わらせるんじゃなくて実際どんだけ時間がかかるのかというところを検証したいと思いますので、慌てずに、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、よしですね。では、これで説明の方終わります。ありがとうございました。帝国2時より、少し早いですが、皆様方お揃いのようでございますので、始めたいと思います。改めましてこんにちは。ただいまから、新型コロナウイルスワクチンの中断接種訓練を執り行いたいと思います。それでは、ただいまより、開会させていただきますのでよろしくお願いいたします。はじめに大口町長、鈴木町長よりご挨拶を申し上げます。まずもって改めまして皆さんこんにちは。今日は土曜日ということで大変出にくい時間、そしてお忙しい時間にこんな皆さんにお集まりをいただきました。まずもって病気司会、今井会長をはじめ、鈴井先生、そして山田先生、水野先生、そして皆さんにおいでをいただき、いよいよ本番の練習をさせていただくということでございます。そして特に看護師の皆さん方、そして民生委員の皆さん方にもご協力を賜り、円滑になんとかうまく
接種が行われることを期待をしておる次第でございます。ご存知の通り、各国によって接種の時間やいろんな方法が取られておりますが、日本は日本の形という形でこのような形を取らなければならない、そして何が起こるかわからないというような状態の中で、本当に住民の健康、そして被害を防ぐためにいろいろな皆さん方にご尽力をいただいて、なんとか無事に接種をしてまいりたいというのが我々の願いでもありますし、今日お集まりの皆さん方の、願いでもあるんではないのかな。そして役所といたしましても、皆さんにおすがりする以上以外に全く役所内だけでやることができません。と申しますのは、役所の職員180名ほどおりますが、現実には大口町に住んでいる職員3分の1ほどしかおりませんし、それぞれの地域で自分の地域のことを考えてっていうこともあるかもしれません。ただ今日職員も何十人という人たちがボランティアで出てくれております。そんな中でみんなで一丸となって、一人一人が自分のためではなくて、あなたたち皆さんのため、言ってみればあなたのためだから自分は接種をするんだっていう、その気持ちを持って接種をしていただけるような、そんな会場になればというふうに思っておる次第であります。なんか聞くところによりますと、ヨーロッパのイギリスの首相がこれでやっとバーでお酒が飲めるというような話を、ビールを飲めるというような話も聞いておりますが、まだまだ日本ではそれが当分難しいんではないのかと思っておりますし、多分皆さんもそう感じて見えると思いますが、一日でも早くやはりみんなが本当にまた肺を上げたり、そしてみんなでおしゃべりをしたり、みんなでスポーツをしたりする、その時間が一日でも短くなることを期待して、今日こんなことを、こういうシミュレーションをさせていただきます。そして慌てることなく、日本人は日本人の生活スタイルの中でできることをやってのけなければならない、そう思っておりますし、多分皆さん方ちゃんときちっとそれぞれの立場というか、それぞれの打たれる方たちのそれぞれの気持ちをさせていただいて、ご協力いただけるものだと思っております。これから接種をシミュレーションをさせていただきますが、この今日お集まりの皆さん方のご協力に心から感謝を申し上げて、お礼とそしてお願いに返させていただきます。本日はありがとうございます。よろしくお願いを申し上げます。推進室の努力ももちろんのことですけれども、一つ特徴がありまして、一つは大口町で、に存在している病院すべての先生が参加していただいております。で、もちろん内科外科の先生は当然かもしれませんが、整形外科の水野先生をはじめ、眼科の川辺先生、そして、さくら総合病院の先生や、在宅診療されているロータスの先生まで皆さんが参加をして、この集団接種が行われます。ということは、住民の方、大口町のどこかの医療機関をかかりつけ医にされておられれば、すべてかかりつけ医で打っているのと同じ条件が揃うということになるので、それは安心して打っていただける要素の一つになるかと思います。そして、もう一つはですね、この接種会場には今後接種の時間の間はドクターカーが常備されます。そして、庭消防とも連絡を取って、皆様が心配されているアナフィラキシー、あるいはアナフィラキシーショックになったときに、全く手落ちのない、ケアができる体制を取っておりますので、ひょっとするとお医者さんが一人しかいないクリニックで打つよりは安心して打っていただける可能性もあるかとは思いますので、その点が、売りだと思います。で、そして残念ながらそのワクチンというのは住民の方が思っておられるように潤沢に腸に入ってくるわけではありません。限られた量を手際よく打つことがまず第一であるということと、最初に打つファイザー製のワクチン、安全性はかなり担保されているようですけれども、効果はやはり 90% 前後なんですね。10人打っても1人はかかる可能性があるわけなんです。
そうすると、その先ほども町長様がおっしゃられたように、俺は打ったから俺は安心だということにはならないんですね。ですから、できるだけ短期間のうちに大勢の方が接種を済ませなければいけない。でそのためにはこの集団接種をうまく利用して、ワクチン無駄なく、使っていくことが一番大切なことになるかと思いますので、この集団接種というのは大変大事な業務であると思っております。本日 の、 訓練がですね、また今後の問題点をブラッシュアップすることによって、5月の、始まる集団接種に関しまして、住民の方にさらに安心し安全で打っていただけるように、この機会が、役に立つことを記念いたしまして、挨拶に返させていただきます。それではここで訓練前の注意事項について簡単なご説明を申し上げます。本日の訓練にあたりまして、本番同様事前に接種券と予診票をお配りさせていただいております。その中で予診票を記入し忘れた方、具合が悪い方などさまざまなケースを設定をさせていただきました。次にワクチンの接種場所につきましては、肩から指3本下がったところで接種します。肩を出して接種する形を取りますので、ご協力をいただける方はぜひこの訓練でも実際に肩を出してみていただきますようよろしくお願いいたします。最後に、本日は14時45分よりアナフィラキシーの副反応が発生した場合の救急搬出訓練も合わせて実施いたします。途中救急隊が入ってまいりますが、訓練でございますのでご安心くださいますようよろしくお願いします。救急搬出訓練が接種訓練途中から実施することになりますので、番号の13番以降の組の方につきましては、時間の都合で、ここの待機場所まで来ることができなくなる可能性がございます。ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。それでは、まだ15分までに今少し時間がありますが、準備ができ次第開始したいと思いますので、あとで、週刊誌の外でご準備をお願いいたします。それではこれより、訓練に移りたいと思います。まずナンバー1から12の方はまず入り口の方の受付の方への移動をお願いします。まだ待ってください、まだ待ってください。それから13から22の方は14時25分ごろ、若干早くなると思いますけど、今のペースでいきますと、20分あたりでしょうか、ごろに受付の方に、14時20分に、13番から22番の方は、ご案内しますので、今しばらくこの場所でお待ちをください。それから、14時45分になりましたら、救急搬出訓練へ移りますので、よろしくお願いします。はい。それでは訓練参加者は速やかにそれぞれの場所に移動をお願いいたします。それではよろしくお願いします。続きに、見学者の皆様へのご案内でございます。見学者の皆様、本日大勢、来ていただいております。ありがとうございます。集会室内を自由にご覧をいただけますが、進行上訓練中は参加者にお話をされないようご協力をお願いします。お気づきの点があろうかと思います。訓練終了後にアンケートにご記入をいただきまして、お帰りの際に出口において職員にお渡しをいただきますようよろしくお願いいたします。それでは準備が整い次第始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いいたします。
予診票をご記入いただきますので、ちょっとお待ちいただいてもよろしいですか。じゃあ、小池さんね、こちらでやるからと思って、受付しますので、ね、順番にお待ちください。こんにちは。じゃあ、検温をお願いします。こちらの方で、ね、ご記入をお願いしてもよろしいでしょうか。医師と
人工看護師1名で対応中でございます。はい、はい。
ありがとうございました、皆さんの協力が今度の接種会接種の、いい教訓になるんではないのかなというふうに思っております。ただ今見ておりまして病人引きずってくるのもちょっと問題だなという話を今そちらの方でやっておりまして、実際担架持ってきてここ置いた方がいいんじゃないのっていう話をさせていただいた次第であります。まあ、先ほど担当者が私に言いましたのも、失敗が見つかることが、成功じゃないんですかっていうことを言ってくれた職員がおります。そういう意味では当日もしこんなことがあればちゃんとできちっとできるようにするための訓練でございますので、ぜひ今のお恥ずかしい部分に関しましては公表していただいて結構でございますけど、まあ、笑い話の一つとして皆さんの材料にしていただきたい。その材料になることによって、一人でも多くの皆さん方がこの接種をしていただけるよう、皆さんからまた改めて、町民の皆さん方に PR をしていただきたいというふうに思っておる次第でございます。本日は本当にお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございました。そして医師団の先生方、そして看護師の先生皆さん方、そしてボランティアの皆さん方、そして職員の皆さん方、そして本当にたくさんの皆さん方の力がなければこういうことはなし得るべきものではございません。当日というわけではございませんが、これからいつまで続くか分かりません。先ほど今井先生からお話がありましたように、入ってくる数量というのは千本弱しかありませんし、それがいつ入ってくるかということもなかなか皆さん方にお伝えはできない歯がゆさは私含め職員たち皆そう思っておりますが、入ったらすぐに打てる状態を作っていくのが我々の使命でもありますし、やはり皆さん方のご協力を必要とする一番大切なことだと思っています。この事業というかこの接種が本当に町民の皆さん方が一丸となってやれるよう、そしてまた町民の皆さん方が本当に真剣にコロナっていうものに立ち向かっていける一つといい機会になれば逆にありがたいのかなっていうふうに思っておりますので、ぜひこれからもご協力賜りますと心よりお願いを申し上げまして、本日のお礼に返させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、本日、おいでいただいております大口町議会の倉地議長様、ご挨拶よろしくお願いします。それでは一言だけお礼を申し上げたいと思います。今日は本当に皆さん大変お疲れ様でございました。ご協力いただきまして本当にありがとうございました。特に、お医者さんの先生方、あるいは看護師さん、そういった医療従事者の皆さん方や役場の職員の担当の皆さん、本当にご苦労様でございました。ぜひこのワクチンが大口町スムーズに行って、大口町からコロナの患者さん一人も出んようになりまして、また皆さんとゆっくりいっぱいやったり大きい声で話をしたり、そういった時期が一刻も早く来るように、そんなことを心から願っております。ぜひ皆さん方これから大変お世話になるかと思いますが、一致協力して、ぜひ、スムーズに行きますよ。これからもどうぞよろしくお願いを申し上げまして、お礼とさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。議長さん、どうもありがとうございました。皆様、本日は大変お忙しいところ接種訓練にご参加をいただきまして誠にありがとうございました。大変制約されました時間の中ではありましたが、途中想定外のこともいろいろ出てまいりました。集団接種はちょうど先ほども申し上げましたように1ヶ月後の5月10日月曜日から開始をさせていただく予定です。本日の訓練でいただきましたご意見を参考に今後の会場運営に役立てていきたいと考えております。最後になりますが、本日事前にお渡しさせていただきました
アンケート用紙にご記入をいただきまして、お帰りの際に集会室の出口にの職員にお渡しをいただきますようよろしくお願いいたします。その際には、誠に申し訳ございませんが、ペットのお茶を用意しておりますので一本ずつ持って帰っていただきますようよろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、新型コロナワクチン接種訓練を終了いたします。お帰りの際には、交通安全には十分お気をつけいただきましてお帰りいただくようよろしくお願いします。本日は皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。